バッティングはまぐれだと思いました。3安打だったから良かったです。ピッチャーではデッドボールやフォアボールが多かったけど三振が多かったので良かったです。今日の試合は非常に緊迫したゲームだったんですけど、いい場面でセンター前ヒットが打てて逆転の得点につながったと思います。